何見てるんですか今、僕、出身が佐賀で、はい、サガン鳥栖が地元のチームで、あ、そうなんですね、試合やってるんですか今、どっち勝ってますか勝ってます。で、あいつ、ベガルタファンで、あー、じゃあ今、バチ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 ですね今、勝ってるんで、で、今、高めてます今、そう試合をリアルに見てそうそうそう第3節ですけど、はい、コンディションとかは大丈夫ですかちょっと練習はあまり出れてないんですけど、はい、まあ個人的には動いてるんで、ね、もう今高めてるんで高めです動画を見て高めてるんで、はい、今日も90分走り切れるんで、はいはい、頑張ります、はい、ありがとうございますありがとうございますコンディションはいい感じですかコンディションはそうですね最近上がってきてるかなって感じですスパイクも今日おニュースねおニューですかおろしちゃってですかいやもうスパイクがなくてこの間壊れちゃったんで、はい、買ってきましたやっぱプーマがプーマ履いてるいや元ナイキですけど初めてですねプーマ、今日ちょっと合うか心配です頑張ります、はい、頑張ってくださいはい、はい、今日は第3節3分1試合キックオフが3時5分なので、今2時13分なんで20分からアップしてもらって、50分には上げてもらって、真ん中の方に58分にここでテーマチェックするんで、しっかり準備してください。前回ね、一勝ということで、勝つことができたので、まあ、そこに続いてね、今日も、試合3つ目になりますけど、しっかり勝てるので、全員で戦っていきましょう。そしたら、今15分ぐらいで、あと5分ぐらいで、開始を準備してください。今日どうですか今日は、まあ、前節ねいい形で勝ってたから、まあ、今節もその勢いのままいきたいなと思います、はいうん、いい感じで継続できてますなんで今週も準備してきたから、はい、だからさあみんなも準備しコンディションもいいと思うからで負けられない相手だし、はいだからしっかり戦っていきたいなと思ってやるらしいんではい、わかりましたはい、じゃあこれからアップで頑張ってくださいよしありがとうございます奥までマスクカメラの前が東京株を通していただきました本当にありがとうございました出店に繋がりをプレッシャーかけるときのこの両サイドの選手の立ち位置だけ行かせるようにするしてほしいからそしたらヒデ君と今日雄大のところはがセンターバック2枚に対してサイド切りながらサイドバック切りながらここ閉じてここ閉じて立ち位置的にここじゃなくてここについていったら結局ここ空いちゃうから結構まあ調子がいいやつもいるし、まあ、ちょっと調子が上がんないなってやつもいるし、まあ、戦略的にちょっとスタートじゃなくてっていう人もいるしもちろんで逆にまあ戦略的にスタートっていうところもあるんで、まあ、個々にそれは少しずつ、まあ、手伝いに自分とかがまあ結構それは言うんでいいですけど、まあ、全体としてはまあやることはちょっとシステム変わってますけど、まあ、変わらずっていうところしっかり全体で勝ちましょう、はい11、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 
最高しかし運動会まだ行ってまだ出てきてガッ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 ヒデもそれだけ継続、ハルヤお前も中盤中盤の連続するところは継続、連続すると相手それ嫌がってるから相当だからそれサボったらやられると思って連続、フェンスラインも最後粘って粘ってこっちも頑張るから、海外いるから、だからそれだけ継続継続、自分たちいいの分かってると思うから周囲は、だから絶対サボんないで、お互い要求し合う、そこは自分がサボってないと思っててもサボってるかもしれないし、それは他人の言われたことを受け入れてやらなきゃダメ、 OK、またもっと積極的に行こう。俺分かんない、シェディじゃないから分かんない。伝えた方が楽になる。そういうこと。フィールド開けましょう。そういうこと。フィールド開けましょう。怖かったら蹴ってもらうよ。OK、じゃあ行こう。加藤、ここチャンスですよ、これ。加藤、積極的に行こうよ。つけましたね、まあ、いい時間にね点数取れたのが、はい、一番でかかったかなっていう感じの試合かな、あとはまあみんなサボらなかった、はい、そこに尽きる守備陣があれですね、頑張ってましたね、はい、頑張ってゲームするからそれに前も答えた、はい、ベストゲームかなって感じです、ありがとうございます、ありがとうございます、コージがねあのヘディングで跳ね返してきてくれた、はい、からまあ裏にね、抜けずに、なんとか守れたって感じです、あざっす、あざっす、ゲット3ゲット3ゲット3次も勝ちましょう、はい、ありがとうございます、次切り替えて、頑張ります、はい、今日の試合どうでしたか、いやそうですね、まあ、内容的にも、
まあ、ずっと押してたんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、まあ、自分たちのやりたいサッカーができてたというふうに思います、はいはい、ありがとうございます、はい、2点目飛び込んだと思うんですけど、はい、あそこはなんかこう狙ってた部分とかありますか？いやちょっとスローインからだったと思うんですけど、はい、まあ、流れてきて雄大がいい状態でボール蹴れる状態にあったので中はもしかしたら来るかなって準備してたんですけど、まあ、本当にいいボールを上げてくれて、まあ、あとはもう本当にボールに触るだけってボール感じだったんで、まあ、雄大のおかげです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、しっかり勝ち点3が取れたのはいいと思います。やっぱり、まあ、前回の試合とは、まあ、打って変わってしっかり、まあ、うちが余裕を持って、まあ、得点ができるという点においては、まあ、しっかり練習に、まあ、来てた人が多かったんでしっかりその分、まあ、動けたのかなっていうのは個人的な印象です。枠としても全然空いてるのでそこはしっかりじれずに頑張りましょう。以上です。お疲れ様でした。とりあえず勝ててよかったなと思います。で、まあ、いい時間帯に、ね、点が入っていってで、まあ、余裕はね多分チーム時代に余裕があったのかなと思うんだけど、2週間後かなゲームあると思いますのでそこに向けてであとやっぱ怪我人とねあと、まあ、足つってしまう選手もいると思いますのでそういうところもねしっかりケアしてあのまた次に向けて調整していってください。以上です。お疲れ様です。今日勝ってたんでこのまま勢いに乗って、まあ、早くさは分かんないですけど、まあ、全勝して昇格できるように頑張っていきましょう。お疲れ様です。下手。ユニは疲れた。